京特許許可局局長さん、週末ジャスト水戸さん、直くんさん、あとあれ今日週末ペンツクンツクンペンツクンツクンペンツク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 ン、お姉ちゃん20歳になったの。お姉ちゃん？成人どうでした？もう飲みました？お姉ちゃん、レモフレ、これ桃フレーバーなんですよね。美味しい桃。りな、りなちゃん、りなちゃんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。みなさんおめでとう。お乳が出たのでどんと濃いです。アモズさん、デブニャンさん、ありがとう。 RN タピオカソテーさん、ありがとう。同じ回当選して久しぶりのお仕事楽しみ。嬉しい。さっき注文してないのにウーバーイーツ来て受け取ってしまった。あら、イエーイ、嬉しい。お話し会今5時受付ですっけ。今日人中長。明日はチェキサイン会なんですけど、もうここまでね書いているんですよ。そう、私の誕生日は来週。今日は私のお姉ちゃん。あ、そういうこと。私のことをお姉ちゃんって呼んでるのかと思った。おめでとう。ここまで書いて、でまだ明日もね書くんですけど、まだ取り終わってないから全部全部を取り終えてなくて、明日の袋を取り終えて、あの何て言うかな、撮影までにそれも名前と名前とサインまで書いといて、でそっからお名前とかを書くんです。いやー、1枚ずつ時期違いますよ。ポーズもね、まあ、ポーズはちょっと一緒のやつはある、あの正直に言うと顔の角度がちょっと違うとかのやつもあるけど、どって感じ。お部屋バージョンはないですね。
コピマルさん、デプニアさん、ありがとう。かぶったら引き直し？かぶらんよ、そんな。結構ウェイト、結構ね、すごいおしゃれなカップル。漏れてるチェキが欲しい、贅沢しか言わないけど、全部漏れてるからどれか分かんない。見返り美人はね、あんま撮ってないかも。そこまで書いてるとかなりサクサクいきそう。本当ですか？もう書いときなよって言われました。でも自分お名前書くのめっちゃ遅いんですよね。1枚ふざけたやつ入ってる、こんな感自分のお気に入りはどこに入ってるだろうな。お気に入りがあるんですよ、お気に入りが。それ見せたら当たりカードになっちゃう。本当？見つめ、あ、全部お気に入り。これとかちょっと面白い。お花を背負ってる一番気を抜いてる時期あるんよね。そう、もうね、気を抜きすぎたやつがどっかにある。でも結構ちゃんと本当に結構漏れてるんで、まあまあどれも。私のことを好きって言ってくださる方だったらそういいってなると思う。なかなかと一番気を抜いてるというか、一番シークレット、1枚本当に気を抜いてるやつがあって、ギター持って真顔なんかってなってるやつが、それだけ気を抜きます。気を抜いたというか、ちょっと最終盤でこれを撮った時の終盤でおふざけしてました。でもレア、超レア。そう、でこの中かな。それこれとかポーズよくない？壁が白いかな、まあ、かっこいいやん。ほらかっこいい、このポーズアーティストみたいですな。お、ほらアーティストみたい、アーティスト。
同じポーズはあるかもしれん。これとか好き。額縁持ってったんですよ。何？小物で。多分ね、はぁってなるとね、これいいよね。ムラヤップがいいのかな。あった、お家の激レアちょっと表情がわからんな、ショールーム画面だと。これが1枚しかふざけてない。音楽雑誌でありそう。3週間ぶりに5回目のワイヤレスイヤホンを買いました。わお、落としとるの。チェキをスイカに貼り付けたい。やだ、スイカは危ない。これそうよ、全部当たりよ。ハチさん、浜団子さん、ありがとう。こんな感じです。楽しみやでした。チェキを連れていくラーメン屋さんを探してます。ラーメンにつけないでくださいね。持ってる時期はないですね。扇持ってるのはない。今日の前髪好き。嘘、跡がついてるだけ。これ真ん中が薄くなっちゃった。パニャマスケーメン、古い誕生日センス捨ててないですよ。今日はなんと可愛い可愛いものをゲットしてしまいました。いきます、じゃじゃじゃん。かわいい。なんだ、かわいくてかわいくて本当に8型のやつしかなくて、最近久しぶりに iPhone8 を使っててよかったって思った瞬間でした。これを見つけた時、めっちゃ持ちやすいんですよこれ。しかもスタンドになってくれる。これがこのミフ、あ、この子がミチがミフィ好きって初めて聞いた。本当？前のツイッターの自己紹介欄でもミフィって気がする。そう、ミフィ店してるじゃないですか、 TOKYO さん。いいなって、パカって開かない。
でもめっちゃ薄いの、ここは。ここが薄くてめっちゃいい。こうやって持ったらいける。なんかついてきたんですよ、この画面が。なんかセットって言ったのかな、になってて。そう、今スレイでミッフィーのカフェみたいなのやってる。え、府中の。かわいいやろ、メリージェニップね。それのでもあれです、スタジオクリップさんとのコラボ、スタジオクリップさんのコラボミッフィー商品。府中の、府中ソレイユミッフィー、ほんとだ。ん、いつまで？秋頃まで。え、何が売ってるの？ここめっちゃあるじゃん、グッズ。え、行きたい。グッズめっちゃあるやん。え、マリン来た、知らなかった。グッズめっちゃあるけど何が売ってあるか書いてない。え、かわいい、え、かわいい、え、かわいい、かわいい、かわいい。デサイズハットさん、鈴音さん、ゆきかねさん、ありがとう。ビリーさん、ゆういちろうさん、ヨットさん、ゆきさん、しょうさん、きよにいさん、ありがとう。これはミッフィーがどったかくプリントされた T シャツとか普段から着てます。おお、よかったね。おお、 ST キティちゃんのやつ行きました。やった、かわいい、大事。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。私ミッフィーちゃんフォローしてるんですよ、ツイッター。これもフォローしとこう、日本のミッフィー情報。かわいいやろ。さんのしげさん、ありがとう。おーちゃんさん、デブニャンさん、ありがとう。ミフィも真顔、泡立ちよさそうなケースウッケ。授業中にミフィ上手に描けるように練習してる。勉強しなさい、真面目に私はそれをおじゃる丸でやってました。おじゃる丸の方が難易度高くない？おじゃる丸でも意外と描けるんですよ。
眉毛の形、桜の眉毛の形とかをちょっとマスターすれば完璧。ルセイズハートさん、セリアさん、ありがとう。ハートセイベイビーベイビーベイビー、みちが描く絵全部顔同じ。いや、うまいっけ。うまいですでも、もう描けなくなったんですよね。高校の時描いてたやつだから、もう 2,3 年前だ。高校生なんて 2,3 年前だ。何から描いてたっけな。待って、チョッパーみたいになった。出た、絵が下手な人あるある。うわ、どうだったっけ。耳の形、耳の口もなんかあったんですよね。ほっぺたどうだっけ。ビュー棒だっけ、丸だっけ。あー、でも皆さんが思ってるより上手。めっちゃ期待してくれだったらやあれやけど、でも多分みんなそんな期待してない。どうだっけ、ほっぺた、ほっぺたどうだっけ。いや、丸だな、多分丸。ちょっといきます、せーの、じゃん。ちょっとゲシュタルト崩壊した。ムズガディーでも何ですかって言ったら、おじゃる丸ですってなる。目が離れすぎた。あ、うまく描けた。ほら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 、これ上手。うまいやろ。めっちゃ練習してたんですよ一時期。
しょう。前にしよう。目が閉まり。確かに。おじゃる丸といえば初恋は実らない。でも STU のフィフスシングルは初恋は実らないじゃなくて、初恋は誰もみな続かないらしいって言ってるんですよ。どうですか皆さん、初恋フィフスシングルは主人公はね、多分初恋が実ってるんですよあれは。 それで、いやでも初恋は続かないからって実らないって言ってた周りの子たちが、その子が実ったからでも続かないよって言ってるんですよその子に。だからその子は初恋は誰もみな続かないらしいってって言ってるんですけど、自分は信じたくないっていう気持ちがそのらしいに込められとるというか、みんなは言ってるけどっていう気持ちがそのらしいの3文字に込められていると思います。皆さんたくさん聞いて、いろいろ、これは私の意見なのでね、考えなので、皆さんの意見をお聞かせください。すごく切なくて甘酸っぱくて青春でもどかしい楽曲です。最高、最高なんよ。そう、それでは皆様、あのお話し会は申し込みしていただいてるでしょうか。今抽選申し込み、お話し会の抽選申し込みが始まっています。第5次受付、ぜひ来てください。来てくださいじゃないや、お話ししましょう画面越しですが。もうそんなに言ってたん、そうですよ、ねえ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 、おすすめの日は全部全部おすすめです。やば、申し込みます、申し込んで申し込んでください。話したいですよ、お久しぶりに。取られなさそうなところがおすすめ。油断してた誕生日逃し。でも2月20日も2月19日21歳1日目がありますよね。私もあるよね。そしてしかもその日今見よる、2月20土曜日今村ありますわ。21歳1日目なのでぜひ「オンラインお話し会ある時ショールームある？」え、あると思うよ。オンライン緊張する、本当？楽しみ、私はとても。そうなの？2日目なの？もう21歳なのか、それな、二十歳が過ぎた。
資源取ったよ。本当にありがとう。皆さん、オンラインさえお話し会しましょう。何枚買えばいいの？いっぱい。いっぱい。あのお話したいなって思ってもらえるだけ、ぜひお話しましょう。楽しみです、私とても。2月13が二十歳最後かもしれん。本当だよ。いっぱいって100？まあいっぱいの基準はね、あの皆さん人それぞれなので。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位上野さん、12位コウさん、11位セリアさん、10位スランプくんさん、9位キョンシーさん、8位ダダダダムダさん、7位コックさんのシゲさん、6位ハンカレー大森さん、5位 M ケンさん、4位東京特許許可局局長さん、3位ユキさん、2位ギルスさん、そして1位はドゥルルンジョン坪井ゆうすけさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジョン、マモルンさんでした。ありがとう。明日はなんとオンラインチェキサイン会でございます。このルームで配信をします。そして365日達成日かぶってきましたね。楽しみにしております。朝配信もやると思います。やります。それでは今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみ中。仕事で見れんかもわ。頑張って。仕事で見れない。うお。送りますね、でも。またね。また明日。